どうも皆さん、わこんばんにちは、ガバルです。今回はフレンズと一緒にやっていきたいと思います。そのために今回ボイチャの実験も兼ねてやっておりますので、変な会話や普段通りの自分が出てきてしまうかもしれませんので、よろしくお願いいたします。いいね、こうやってちゃんとゲームの音がはっきり聞こえながらガシーさんの声もするっていうの悪くない。あ、もう録画してるんですか。今してる。実験用に15分ほど録画してみる。おっと、ワニか。びっくりした。ワニのザブザブすら勘違いしてしまうな。最初あれ近づいたら食われるのかと思いましたね。光ったばっかんたち。光った。逃がした。逃がしたか。ナイス味方。ナイスかかりゃ。とりあえずここら辺見張ってれば安全といえば安全だ、ね、ただ問題は味方下の方見てくれるかって話なんだよね。下の川見てないか。よし、ゲチュー。はい、ごめんなさいね。あー、うまい。はい、ごめんなさいね。俺は連射しないタイプなんでね。やばい。あ、こっち側取られた。すまん。こっちへ。やばい、いっぱい来た。これは逃げよう。後ろ取られたから逃げよう。うわぁ、マジいや、このステージは結構セミオートが生きるかなと思ったんですけど、全然使えてないね、今のところ。よし、チル足連発。ゲチュー。最近口癖がごめんなさいからゲチューに変わりそうな気がしてしょうがない。いいんじゃないですか。なんかね、相手倒すとき俺に倒されて本当すまないって気持ちでごめんなさい言っちゃうんだよね。だからそれがいつだか撮影にも反映されてしまってるっていう。やばい。取ったか。取れてなさそうだな。誰かカメラに引っかかった。見つけたぞ。お、この辺に当たるんですか。あー、ここ境界線か。そっちどうやら硬いようだな。めちゃくちゃカメラに引っかかる音が聞こえる。マジか。何でいいんだろう。メッセージ中。人間だ。レーザーマインを見つけた。ちょっと森、こっち側の森結構落とされたかな。わ。あ、カメラも壊れた。やられたか。これで相手が引っかかってるのかどうか分からなくなってきた。え、やっと。あのレーザーなら。おう、カメラ声に役立ってる。はい、ごめんなさいね。わかんないな。誰かハッカー来たね。よっと、あそこ人いるな。ん、ここ撃たれるのか。
裏から来るやつを抑える。そっちどうガチさん。いやーちょっとコミンがこっち向いてるからちょっと別のとこ行ったら悪いかもね。ちょっとなあっちの森が怖えな。人いるかどうか。どうだろう。一人やられた。来るか来ないか。一人来てる。やったか。プロ。あれ。撃たれた。救急キット。バトルライフルか。そのレーザー前に注意しろ。ちょっとぜ、ちょっとラインが。一人いたぞ。外した。うん。あのプロそこでわかんないな。なんで。おやばい、そうそう、俺の命がついてるときは。あー、そっち行ったか。これはあれか、リスポーン変わったってことだな。誰だって、勝てねって変な場所でリスポーンされたな。いややっぱちょっと人間使いこなせない。だってアヤレ、あ違う、フレアつけたらほんと狙いやすくなるよ。ですかね。うん、フレアつけたら多分ガシーさん70に超えるさ。超えますかね。次使ってみようかな。ほんとフレアはセミオートに相性いいと俺は勝手に思ってるから。捕らえたな。あぶねえ、味方が作った今の。まだ俺のカメラが生きてる。あおさん見えたな。ただ俺のカメラ生きてるのか。撃て！奴に当てたぞ。あ、漏れた方か。やだ、こっち来てくんねえかな。来てるよ。やつを仕込んだ。見やすいけども、ははは、カメラで見えてない。一人やったぞ。マキスマンゲット。よし、暗くくれねえの。お、今日はなんか調子いいぞと言っても、ただここ見張ってるだけだけど。いや、ちょっと難しい。こっちにいるぞ。ああ、うそ。そうそう、やばいかな、ここ。オッケー。一人やった。ヘッドショット。ジンダーだと思う。味方頼むから見張っててくれ。怖いよ。いやー、怖い怖い。よし、救急キットだ。おー、ガッシュさん、さすがだ。もう12人やってるじゃないか。いやいや、人間関係じゃない。ちょっと死ぬなって。あー、
通のスナイパー使った方が全然いいな。いやいたないか。あいつ、あの野郎がかし打ちやがったな。やべえな。おっ、後ろ取られてたか。それいいんだろうな、俺。向こう来てるか。うわぁ、マジか。死んだ。チュー。オッケー。ああ、頭に当たったからね。ちょっとダメージ大きい。ステルスマスターでいくな。攻め後に肺活量はいらないからな、正直。確かに。意味ないですよね。息止めとか、しないし。息止めるっていうのは俺いまいち分かってないし。息止め。押し込むと止められるんですよね、しないと。あ、押し込むとか。これずっとカチッてやればいいと思ってたわ。押し込みっぱにしてるとあれなんですよね。なるほど、勉強になったぜ。結構ね、ハードラインからやり始めた人に勉強になったぜ。いや、さすがガシさんって昔から FPS やってたタイプでしょ。いや、これが初めてですけどもね。マジで？あ、ほんと、これハードラインで初めてやりましたね。FPS？ へぇー。FPS、そうです。マジか、じゃあやっぱ俺は下手くそっぽいな。いやいやいや、これ、多分自分ハードラインしかできないですからね。コールオブデューティーとかは全然できないですね。いや、多分、あの、バトルフィールド4の世界行ったらほんと楽しいと思うね、カシーさんから。なんか乗り物が多いですよね。うん、バトルフィールド4は本当に名前の通り戦場だから。ああ。戦車乗りまくりだぜ。結構歩兵戦も好きですけどね。歩兵戦とか戦車装甲車っていう。このサイズが出たらまあ買いますね、確実に。なんか来年出るみたいですからね。俺はあの戦車を RPG でぶっ飛ばすのが本当に楽しかったね。これああそうはなんかマップも広いんですよね、ハードラインより。そうそう、乗り物のために本当に広いかな。使ってくるな。地味に負けてるな。地味っていうか結構負けてるな。しょうがないけど。よし。全然当たんない。あれ。おらおらおら。いや、このね、難しいですよね。俺、苦手なんですよね、スペル。操作いる、すぐ目の前。ナイス。俺、なんかフレンド以来来たんですけど。なんか俺も来た。アイアム？何ですか？アイアムシーズンマーク？そうだ、そうだ。なんだ、急に。なんだ、この部屋にいる人か？多分そうだけど。もしかしたら、チームメイトか？アイアム。いた。味方？こっちにいますね。味方の一番下にいますね。うん。わかんないけど。
ライン行けるか、前線進めるかな。あ、誰かカメラに引っかかった、後ろだ。よし、一人やった。俺のカメラで見え見えだぜ。あれもやられるってやばいよな。来るか、外したか、本人が。おお、なんだ今のダイナミックなやられ方。うん、かなりダイナミックなやられ方したね。うわあ、青。ワニの、ワニのザブザブが、ね、勘違いしてしまうな。そうか、あの高丸さんの実況見てて、うん、やっぱ音って重要なんですね。なんかどっちかからショートが聞こえるとか言ってたじゃないですか。全然俺聞いてないんですよね、音。弱いしないと、ね、ほら、あのヘッドホン、いいヘッドホンだと右か左かって聞こえてくるの。かなりでも優位になりますよね、それだけでも。そう、あのね、こう右から足音聞こえたら、あ、右さえいるなとか、左のヘッドホンがスピーカー側から足音聞こえるなら、あ、左側誰か来てるなと思って、それでマップ見て青じゃないなら敵だなって思って。あ、スナイパーがいる。あぶね、かなり。あぶね、野郎を倒した。やべ、ちょっとこっち攻められた。ここでガスを巻いて、多分味方、俺を援護してくれ。まあまあ、バトルフィールドならまあ、あれかもしれないけど、ハンドガンに負けるって。だったらかなり重要そうだなって思いましたね。コールオブデューティ、これは見つかないじゃないですか、コールオブデューティって。おお、こっからか。やっかい場所にしてた。救急キットがある。うわぁ、味方気づいてない。そこにさっきスナイパーいたんやで。味方気づいて、そこにスナイパーいるよ。大人か、こいつ。裏来てるな、なんか前来てる、前来てる、浮かしてた、前、前。あ、ほんと、今、メッセージ見てました。あお、あの、フレンズ誰だ、こいつ。容疑者を排除。大人でしたね、なってなった。あお、やられた、やられた。あ、フレンド依頼、フレンド、はい。ほうほう。で、なんかチャンネル登録してねっていうメッセージが来ました。YouTube の。なんじゃそれ。そうしたらあれじゃない、ガッシーさんのやつ見てた人じゃない。ガッシーさんのすげえ画像を見てた人かな。よし、救急キットだ。いやー、これ大変だ。入るな、めっちゃあるー。うわぁ、お、終わった。はい、今回はここまで。倒せたな。皆さんもぜひ、私のフレンドガッシーさんの動画上げておりますので、ご視聴くださいませ。20キロ、ロスが少ないってのはかなりいいですね。20キロ。
DMR で16やれたか。それではヘバノー、久々に打てたな。ちょ、